グループシーカーで電園地帯を駆け抜ける気分。パダーニューアイラ BC ロードスターの V 型12気筒エンジンを目覚めさせる。不機嫌うに人吠えし、ゴロゴロとノイズを立てる。BC ロードスターの場合、リアディフューザー部分に排気口が追加してあり、そこへまず排気ガスが導かれる。基本的にはストレートパイプ状態。 アイドリング時は控えめだが、ドライブへレバーを倒すと一気にボリュームが増す。カーボンセラミックディスクを固定するブレーキペダルを緩めると、周囲を支配するほどの存在感だと確信する。速度を高めると、道幅いっぱいのワイドなマシンは、ドライバーを中心に小さく感じられてくる。だがしばらくは、視線の位置にあるフロントフェンダーのルーバーや、 頭より上にあるサイドミラーへ意識が奪われる。1990年代のグループシーカーで英国の田園地帯を駆け抜けているような気分になる。ただ事とではない。視覚的にインテリアは豪華絢爛だが機械的な扱いにくさはない。車の少ない郊外の道を運転するのが楽しい。少し早めのペース程度では理解しやすく明瞭。 スタイル優先のスポーツカーとは別次元の生成しさがある。金属から削り出され、気候が丸出しになったシフトリンケージは芸術品のよう。それでいて、メーターパネルは前衛的でハイテク感が漂う。パダーニだけのミックスだ。タッチモニターやスイッチ類は、先代のパダーニゾンだからのキャリーオーバー。少々古びても見える。 ソー性や乗り心地は、秀逸主役は V12 エンジン。一旦車を止めて、デザーストラップを緩め。大きなクラムシェルリットを開く。手動で4段階に調整できるダンパーが組まれた。ダブルウィッシュボーンサスペンションを確かめる。今日の設定はレース向きのようだが、彼らの技術ならではと言える緻密な姿勢制御を実現しており、 ソフトさも残っている。ミドシップスーパーカーの多くは低めのスプリングレートで実現させている。鮮明で生々しい感触がステアリングホイールへ伝わる。1250kg のウワイラはコミュニケーションが取りやすく流暢に操縦できる。舌を巻くほど、電動油圧式パワーステアリングが組まれ軽く鋭く反応する。 手のひらへわずかにフィードバックが伝わる一方で、わだちに進路が左右されることはない。繊細だが過敏ではない。日常的な条件でも運転しやすいかもしれない。ステアリングフィールだけでなく乗り心地も秀逸。一日中、ウアイラに乗っていたいと思わせる。1 6 0 0キロメートルのグランドツアーもさほどくではないだろう。 これで GT3 マシンと同等の速さでサーキットを走れるのだから理解に苦しむ。やはり DC ロードスターの主役は 0.3mm という極白のアルミニウム製カバーを備えた V 型12気筒エンジン。今回の試乗はこのユニットが第三世代の C 10へも採用されるという事実がきっかけだった。 メルセデス AMG 製の 6.0L ツインターボは、たった 2000rpm から 106.8kgmm という怒涛の最大トルクを発揮する。上平の軽いシーには、いささか過剰と言っていい。極めてドラマチックなサウンド。乗り慣れていくほど、アクセルペダルを自由に扱えるようになる。金属製のペダルがカチカチと音を立てる。 なんという中毒性のある快感なのだろう。試乗日は快晴で路面はほぼドライ。b c ロードスターはセミスリックのようなタイヤを履いている。すべての音響を解き放つ絶好の条件が揃っている。インテークがシューッと鳴らしながら空気を吸う。ターボからは寒高い回転音が放たれる。タイヤが瞬間的に身も耐えるほど 圧倒的なパワーが生成される。レースモードを選択すると、アクセルレスポンスは一層シャープになり、エグゾーストのフラップが開く。トラクションコントロールの介入が抑えられ、右足の力加減で上枝を操れることが見えてくる。先代のゾンダが干渉させてくれた。F1 マシンのように鳥肌の立つサウンドまでは奏でない。 それでも 6500rpm くらいまでの響きは極めてドラマチックだ。AMG らしいヘビメタのようなうなりとぐずりが中回転域で増強される。パガーニの場合はより滑らかで、強制的に吸気されるインダクションの悲鳴もオーバーラップする。一度体験すれば二度と忘れられない音響と言っていい。 気を失う勢いのトップエンドの刺激は欠けている。フェラーリが 296GTB の V6 ツインターボエンジンで果たした成果を考えると、AMG とパガーにもさらなる興奮を引き出せるのではないかと思う。第三世代の C 点で、行動でも見事に鮮明で従順な性格。X トラック車線の7速シーケンシャルマニュアルは、 高精度でスムーズにギアを変える。だが、荒削り感もなくはない、重さはかさむものの、デュアルクラッチ AT を採用する時が来たように感じた。第三世代のパガーニは、ロードスターなら若干残っているものの、クーペはすでに完売だという。おそらく、実際に市街地で目にする機会はほぼないだろう。インターネット上なら、 走る様子を楽しめるはずだが、少なくとも、かつてないスタイリングをまとい、目が奪われるディティールで仕立てられる、落ち着きがあり機敏に身をこなし、ミドシップとは思えない穏やかなマナーを備えるに違いない、802PS という最高出力を秘めていながら、ウアイラ bc ロードスターは荒れた英国の行動で、 見事に鮮明で従順な性格を披露してくれた。多少湿っていても、それは変わらないと思う。シタンとカーボンが多用された。V 型12気筒エンジンのハイパワースーパーカーというだけではない。繊細で親しみを持てる妨害に優れたドライバーズカーでもある。新しいパガーニは、このウアイラ以上に洗練されていて、 より度肝を抜かされる車になるはず。それを実際に体験できるのは、幸運で裕福な極小数のオーナーに限られるのだけれど、パガーニューアイラ BC ロードスター、欧州仕様のスペック、英国価格450万ポンド、約7億4250万円、全長4605ミ、mm、リメートル、標準ワイラ、 全幅 2036mm 標準ウワイラ全高 1169mm 標準ウワイラ最高速度時速 370km。全時速 100km 加速2.9秒予想。燃費。CO2 排出量。乾燥重量 1250kg。 パワートレイン V 型12気筒 5980cc ツインターボチャージャー使用燃料ガソリン最高出力 802PS5900rpm 最大トルク 106.8kgM20005600rpm ギアボックス7速シーケンシャルマニュアル